ソルティドックとは、ウォッカベースのカクテルの一つ。グレープフルーツの、さっぱりした口当たりと、グラスの塩の食塩との組み合わせが絶妙であるとして、人気が高い。ソルティドックとは、乾インを意味するイギリスのスラングで、乾インが、乾ンの上で汗だらけ、塩だらけになって働く、様子から来ている。そのスラングの連想から塩を使う、本カクテルは名付けられた。また、 後悔する戦場で酒を飲んでいる時に、波しぶきが跳ねて海水が入ったことが始まりとする説もある。1940年代にイギリスで生まれたカクテルだが、当初はジン、グレープフルーツジュース、食塩をシェイカーに入れて、シェイクし、カクテルグラスに注いでいた。これはさほど人気が出なかったが、アメリカでウォッカを使い、食塩をスノースタイルにし、 ステアで作るように改良されたことで世界的な人気カクテルとなった。ジンを使い塩を直接投入した当初のソルティドッグはクラシックソルティドッグと呼ばれることもある。オールドファッションドグラスの円をレモンで濡らして食塩をつけスノースタイルにする。そのグラスに氷を入れウォッカ、グレープフルーツジュースを注ぎステアして完成。ノンスノーにすると カクテルの故障が変わり、テールレスドッグ、または、グレーハウンドという。日本においては、ブルドッグとも呼ばれるが、ブルドッグの名付けは、鎌倉市のバー、マイク、S バーオーナー榊原直也だとされている。ありがとうございます。